久保さん。使い倒してますね、久保さんね。マトリックスアフリエイト。もう多分30年後も使ってるでしょうね <laughs>。まあでも僕ね、久保さんのおかげでね、自己アフリエイトもね、ちょいちょいするようになりましたね。うん。これ久保さんのおかげですよ。やっぱね、あの、まあ僕なんかは、あの、なんだろうな、まあ自己アフリエイトはもう、久保さんの、 もっと前から知ってるわけですよね。15年前、わかんないですけど、相当前からなんか知ってるわけですよ。うん。だけど、やっぱ、知ってるとや,らやってるのじゃやっぱ違いますよね。知ってるのとやってるのじゃ。だから僕がブログ始めたのも、本当にブログもね、ネットビジネス、本当に初期みたいな話じゃないですか。ネットビジネスの王道ですよね、ブログ。 まあそもそもネットで稼げるっていうのが出てきたのが僕はその HTML のホームページビルダーからタグ打ちタグ打ちでフレームタグとか打ってでホームページ作ったぞっていうところからブログっていうのが出てきて簡単に誰でも作れるぞみたいなそこからアフリエイトっていう概念が入ってきてで主婦でもブログで30万みたいな本も出始めてそこからなんかネットの副業っていうのがちょっと広まってきたのかなっていう 古すぎだろブログで稼ぐとかね <laughs>。で、そのもう古典的なね、古典的なブログをもう使い倒したろうと思ってますからね <laughs>。もう今更ブログを徹底的に攻めるみたいなね。そう。だから今はね、久保さんもブログ2記事書いてますからね。2ブログ <laughs>。2ブログ運営してますよ、今。だから今年、去年、吉谷拓郎公式ブログを毎日書いて、まあ、吉谷拓郎公式ブログは、 あまあ10年書こうと思ってるんですけど、まあ R34 マガジンブログっていうのもあるんですよ。で、それ更新してなかったんで、今年からね、ちょいちょい更新しようと思ってて。まあ結局なんかね、思うんですけど、古典的でいいんじゃないかなっていう。本当ね、なんかね、いろいろ出てくるんですけど、古典的で十分かなっていう。まあもちろんその会社規模で年賞何百億とか目指すんだったら、 古典的だけじゃむ難しい部分はあるかもしれないですけど僕とか久保さんみたいに従業員も全く雇わないに雇わず一人でフリーで生きていくんだったらもう古典的なことでいいなっていうだって速果塾の売りも今ポイントサイト稼げますよみたいな <laughs> もう果塾を打ち出した時の自己アフリエイトで稼げます一番最初にね久保さんが70万か80万稼いだ時の手法と今やってること全く変わってないですよね <laughs> ほとんど <laughs> <laughs> それを武器にねあの <laughs> いやほんと面白いっすよねなんかやっぱね思うんすけど古典,的古典的な稼ぎ方が最強かなと結局古典的な稼ぎ方これでいきましょういってらっしゃい